I have a pen. I have an apple. Oh! Apple pen.はい、ということでどうもレイガルンでございます。ですね、早速なんですけども、こちら、はい、何かと申し上げますとですね、アップルペンシルでございます。はい、でいきなりなんでこんなね、いきなりアップルペンシルをこうドンと掲げてるかというとですね、今回私、デジタルイラストの方に挑戦してみましたということでですね、はい、ちょっと絵を描いてみたということで、はい、以前にもね、ちょっとこう絵を描いてみたみたいな動画はあったんですけども、僕はその今までずっとアナログでですね、はい、ずっとやってきたっていうのがありまして、かつてちょっとデジタルにも触れたことはあるんですよ。ちゃんとしたペンタブ買ってね、ただ昔のペンタブって、これがほらペンタブ自体だとして、これがペンだとしたらさ、こう直接書くんじゃなくて、こうなんていうの、パソコンの PC の画面をこう見ながらこうやって書かないといけないのよ。もうまずむずいんよね。自分がもうどこにこう線を引いてるかっていうのを、もう感覚を捉えるところからまず難しいわけよ。はい、でね、当時それがちょっと満足できなかった、なんかこう液晶タブレットっていうのがあってます。液タブっていうのがあってね、そのほんまにこう液晶のタブレットに直接書けるよみたいなのがあったんですけども、高くてね、当時、そうめちゃくちゃ高いから、手に入れれなかった。でも俺はもうアナログで一生頑張っていこうっていう、こうそういうね、断念した時期があったりしたんですけどもね。で、私なんですけども、スマホのゲーム、スクフェスとかスクースタとか全てこちらのね、iPad Pro で、僕ゲームをやってるんですけどもね、ここで思ったんですよ。ぶっちゃけもう直接ここにイラスト描きゃええやんって気づいたのが割と最近なんで、はい、そう最近でして、でそれですごく欲しかったのがこちらの Apple Pencil、通称アッポーペンって僕は呼んでるんですけども、アッポーペンが必要だと、ということで、ちょっとね、いい機会が巡ってきましてね、よし買おうと決断して、こちらのアップルペンシルの方向にさせていただきました。11,800円、結構高いです。実際に書いてみたんですけどもね、これなんでこれ今まで買わんかったんやって思うぐらい、もうめちゃくちゃいいの。多分もうイラストレーターさん、もしこのセットでやってるんなら、あーって人、多くいらっしゃるかもしれないですけど、もうめちゃくちゃいいわけよね。もう直接書けるってこんだけ素敵なことなんだって思って。はい、で、今回はね、一発目にこう誰を書こうかってなった時に、やっぱり俺はもうかよちんだろってことで、今回はちょっとね、花代ちゃんを、書いてみました。はい、そこで、アップルペンシルが届くまでに、一応ラフだけ、下書き、普通にシャーペンで書こうと思って書いたラフがですね、動画のサムネにもなってると思うんですけど、こちら。ちゃんとこうラフを書いて、ちょっと映ってるか、映ってるかどうかわからないですけどね、ラフのかよちんを書いて、これをベースに書いていこうっていうことで、こいつをスキャニングして、で、iPad の方に写し込んで、書くっていうことを今回したんですけどもね、制作時間が多分ね、僕もそんな、ずっとこう、ね、イラストに向き合うわけにもいかないので、ちょっと忙しかったりするので、だいたい2週間ぐらいかかりました、今回。ただ2週間かけたからといってクオリティが上がるわけじゃないし、僕の今の現状の画力の限界だと思うから、最初に言っておきます。期待はしないでください。温かい目で、見ていただければと思います。詳しいことは、後に説明するので、まず、とりあえずは完成品をちょっと、見ていただきましょうか。話しても長いのでね。はい、というわけで、なんとか2週間かけて初、タブレット直書き、僕のお絵描き、羽男ちゃんです。こちらになります。どーん、はい、もう画像だ出すけど、画像で出すけど、はいはいはい、こんな感じでございます。個人的にはもうこれが限界、今の僕の限界だと思ってます。で、でもまだまだちょっとね、個人的に納得いってない部分っていうのはものすごくありまして、ちょっとね、全体的に線が雑だったりとか、影のつけ方が超下手くそだったりとか、肌の色がもうちょっとこう、暗めになっちゃったりとか、もう細かい部分がね、ちょっとまだ雑。ちょっと修正をもうちょっとこれ以上、あまり時間かけるのもあれだから、もうちょっとこれでいいやってなっちゃったっていう部分があるのでね、細かい部分の修正は多分もう全然できてないと思うんですけども、
まあまあ、頑張りました。個人的にすごく頑張りました。そう、かなりねレイヤーはね、もう初めてってこともあってかなりレイヤーは使いました。もう本当に、まあ、一応ねちゃんと頑張って書いたんだよっていうことが伝わるようにちょっとね、まあレイヤーちょっと消していきたいんですけど、そう最初、そうこのラフを、そうこのラフをまずね、ここに写し込んで、まあねこうちょっとずつね、まあこれまあ順番、レイヤーの順番でこれつけていってるから、まあ全然違うんですけど、そうこんな感じで、で特にねこの髪の毛の塗り方とか、そのなんだろう、目の色の塗り方とか、こうハイライトのつけ方とかは、僕ちょっと本当に知り合いの方にそういうの上手い人がいて、ちょっとねどうやったらなんか上手く塗れるとか、どうやったらこのアプリケーション使いこなせるっていうことを結構ねいろいろ聞かせていただいたりしたんですよ。ちょっと教えていただいて、うん、でここはこういうやり方して、レイヤーをこういう重ね方したらなんか上手いこといくよみたいな感じもちゃんと伝授してもらいましてですね、まあまあいろいろ聞いて自分なりに試行錯誤した結果が、まあ今回のこの通知になるんですけどね、まあまあまあちゃんとね、はい、頑張りましたということでですね、はい、まあこんな感じになっております。だからね、まあその2週間かかったっていうのはほんまにその色の塗り方とかほんまマジで分からなくて、もうほんまに試行錯誤したんですよ、マジで。でそれで結構時間がかかってしまって、何回もリテイクしてっていうので、ちょっと時間がかかってしまってですね。であとはもう本当にね、ラブライブの絵とかをめちゃくちゃこう見てにらめっこして、あーこういうこう線の描き方してるのかとかね、こういう光の当て方してるのかとか、ちょっと細かい部分でね結構いろいろ学んでですね、またもう服めちゃくちゃ下手くそなんやねん俺、服と腕と手とかめっちゃな下手くそやねん、ちょっと小さくなりがちとかな、もうほんまにな、もう自分で言うたら突っ込む部分とかめちゃくちゃ多いんですけど、まあもうとりあえずこれが限界ということで、まあまあまあまたまたこれ、まあとりあえず一発目なんでね、まあ一発目なんでちょっとまあ多めに見ていただけたらって思うんですけど、まあこんな感じに仕上がりました。はい、というわけで今回の動画のまとめといいますか、まあ僕が最終的に何伝えたいかって言ったら、もう結構ねこの iPad と、まあ、クリップスタジオっていうアプリ、うん、とあと Apple Pencil のこれはめっちゃなおすすめ。あ、ほんで Apple Pencil 純正にする部分っていう利点っていうのは筆圧認証センサーみたいなのが多分入ってる部分ですよね。うん、だからほんまにさらって書いたらほんまシャってなるし、きつくうんって書いたらマジで太い線ブッってなるし、なんかそこら辺が本当にすごくいいから、マジで紙にペンやってるぐらいの感覚でサラサラ書けました。うん、だからもうこれからもう下書きもぶっちゃけもう紙に書かんでも、もうこれにぶっちゃけシャーペンのね、ペンのツールがあるから、もう直接ここに書いてもういきなり書こうかなと思うぐらいね、マジで違和感はなかったです。で好きなにもここ方向も回せるしっていうことで、めちゃくちゃ便利でしたっていうことで、まあまあ本当にイラスト興味ある方でしたらね、ちょっとこれはおすすめしたいっていうのと、やっぱり自分絵を描くのが好きなんで、そもそもね、うん、だからまあ自分の思ったこととかあったこととか、まあ感情とかっていうのをやっぱりこうどうしても、まあ僕アナログで描いてて今までツイッター載せてたりしてたんですけど、やっぱりどうしてもね色がないっていうのがどうしてもちょっとね、自分なりにも、なんていうかな、なんかそれで納得してた感もあり、ちょっと悔しいな感もあり、色がつけれないっていうの。でも今回色がつけれるようになったので、今回はまあ、さらっとこう書いて、まあツイッターとかでもね、なんだろう、うん、お絵描きを投稿していけたらなとも思います。っていうだけの、ただのまあ僕のそういう動画でした。はい。というわけで、今回も、ご視聴いただきありがとうございました。アレイゲルンでした。ではでは。